はい。えー、いつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のあれこれです。えー、今回ちょっと急遽ですね、動画あげます。メルカリの方でいろいろお問い合わせをいただいて、メッセージで、まあ、ご質問とかご相談をいただいて今現在いるんですけれども、それですと、あのー、メルカリのコメント欄っていうのは、 その商品に関する質問とかしかできないので、えー、違うまあご相談とか何か、あのー、あまり関係ないことに発展したりですねするとメルカリ側から注意されてしまう、まあ、アカウントを停止されてしまう可能性があるので例えばベルト作りのご相談とか、えー、何か時計のこういったご相談とか、まあ、そういったご質問等はですね 手前のあれこれのですね。まあできればまあラインが一番こう手取り早くて見逃しにくいので、LINE アットの ID がアットマーク CCI ゼロ一八九 A アットマーク CCI ゼロ一八九 A まあこちら ID 検索をいただいて初回メッセージをいただければトークができるようになるので、まあ、こちらにしていただくか、まあ、他にご都合のいい SNS ですねインスタグラムやフェイスブック YouTube のコメント欄でも結構なんですけれどもそちらでご相談、まあ、ご説明とかご質問ですね お願いしますメルカリのちょっとコメント欄に書いて私もすぐおそれでお答えしたいんですけれども、まあ、そうするとあのメルカリの方からですね注意が来てしまってコメントがすぐ削除されてしまうことがあるので、えー、大変恐縮なんですけれどもご質問がある時はメルカリのコメント欄まあその商品に関するご質問でしたらメルカリのコメント欄もちろんいいんですけれども商品以外、まあ、ちょっとこうしてほしいのはこうなり こうういのはどうなんですかとか、えー、ご相談ご質問、まあ、あとベルト制作依頼ですね、えー、こちらに関しては、えー、私あれこれの別の SNS を使用して送ってください、えー、メルカリでのコメント欄でのご質問ができないのでよろしくお願いいたしますでは、えー、今後もお引きくださいませ今京都にいます急遽ちょっとあげました失礼します